どうも、なべです。いつだっけ、昨日か、25日にね、仮面ライダーエグゼイドのガシャットを買いに行って買ってきたんで、ご紹介します。じゃあまず1個はこれ、マイティブラザーズダブル X ガシャットと、3月25日に発売になった、マキシマムマイティ X ガシャット、レベル99になるためのガシャットですね、が発売されたので買ってきました。で、こっちのマイティブラザーズは1月ぐらいから出てたのかな、出てたんですけど、人気すぎて僕がお店行った時には在庫がなかったんですよ。でも昨日たまたま行ったらお店に入荷してたんで、あ、これは買うチャンスと思って買ってきました。これと一緒にね、まずこっちから見ていこうか。ガサッと、おー、あ、太いね。おー、はい、こんな感じ。普通のガシャタと違って結構厚みがある、厚みっていうか結構厚みがあるね。裏がこんなクリアになってるね。ここに絵が描いてみるか。で、なんかこれを、あ、これ電池式なんだ。ちょっと電池入れてきます。電池入れたんで電源をつけたいと思います。いきます。ゲームスタート。ゲームスタートって言いましたね。一回押しますね。おお、なるほどね。2個目。あ、終わ、あ、こんだけ。次。ゲームクリア。あ、マイティブラザーズダブル X。 こんだけですね。こんだけですね。いやー、分厚いね、これ。もっとわかるけど、普通のガシャってより全然わかる。もっとわかるわ、これ。なるほど、すごいね。こんな感じで、こちらレベル99になるために必要なマキシマムマイティガシャット、これはね、テレビ本編で、M が、作り出したガシャット。おー、これもでかわ。これがでか、これ。持ってないもんだって。ほら、こんな感じですね。ここにちゃんとエグゼイドのやつも載ってるし、ほら。これは電池式じゃないんだね。じゃあ鳴らします。マキシマムマイティ X。 おお、次。ゲームスタート。ゲームスタート。次、セレクト。次、ミス。ゲームオーバー。あ、ゲ、あ、やべ、ゲームオーバーなっちゃった。ゲームオーバーなっちゃった。ゲームクリア。あ、よかった、ちゃんとありました。ゲームクリアもありました。よかったよかった、すごいね。で、変身するときにこれを下に下げるとレベル99になれるんだよね。この状態で押すとどうなるんだろう。え、あ、あ、こういう音、スポーンっていうスポーンっていう。なるほど、へえ、こんな感じなんだね。これがレベル99になるためのガシャットね。分厚くて持ちづらい。マイティ X はこんな感じでございました。ということでね、マイティブラザーズダブル X ガシャットとマキシマムマイティ X のガシャットをご紹介したんですけど、どっちもね、やっぱ新しいガシャットだけであって分厚いんだよね。普通のガシャットより、ほら、すごいでしょ。こんな感じね。ガシャットギアデュアルとかデュアルベータとかどんな感じかちょっとまだわかんないので、なんとも言えないんですけどね。とにかく M の使ってるこの ガシャットは分厚いね。まだまだ新しいガシャットが出るかわかんないですけど、ちょっとね、テレビ本編も面白くなってきたんでね、楽しみに。ほんと毎週日は楽しみです、本当に。この年になってもね、見ると楽しいんだよね。こういうおもちゃとか買うとさ、すごいなんか子供の頃みたいに懐かしくて面白いんだよね。うん。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ、もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。